値段の方程式です。世の中のさまざまな値段に関わる疑問を日本経済新聞の村野孝尚さんと解き明かしていきます。今日のテーマはこちら。防災目的で需要増加、ポータブル電源価格上昇です。 今週金曜日9月1日は関東大震災が発生した日で防災の日と定められていますそこで今日は防災などで使えるということで需要が高まっているポータブル電源がテーマとなっています、えー、こちらスタジオにも持ってきたんですけれどもあまり馴染みがないですよね,すね、はい、はい。これどういったものなんでしょうか、はい 普段から家庭のコンセントで充電して電気を貯めておくバッテリーです消費電力の大きい家電を動かすことができます、はい、あの矢木さんモバイルバッテリーとかお持ちいつも持ち歩いてますだと思いますが、えーえー、それの巨大版という感じなんですね、うん この価格比較サイトの購入者のアンケートによりますと購入した主な理由としてはキャンプやアウトドアへの利用のほかにですね、はい、防災グッズとしての活用を挙げていますこれどれぐらい普及しているんでしょうかはい、調査会社によりますと国内のポータブル電源の出荷台数は2022年に115万台と推計されています今後も右肩上がりで伸びていくと予想されますはい また、価格分析ツールを運営するオークファンによりますと、オークションの取引件数ですね、これも右肩上がりで増えているという状況です実際にどういった方が購入しているのかというのも気になりますよねそうですね、どんな人が購入しているのか、また売れ筋の商品は何なのかを取材してきました。東京港区ここはポータブル電源の製造販売を行う ジャクリジャパンです。担当者に最近のポータブル電源の販売傾向を聞きました。三十代から五十代の男性の方が多くて、家族持ちの方がやっぱり多いですね。防災であったりとか、アウトドア、まあ災害大国である日本では。やっぱり防災の需要とかもあるので、ご購入いただくことが多いですね。大中小、さまざまな大きさのモデルがあります。 売れ筋はポータブル電源も大型化はしてきてはいるんですけれども、今でいう中容量ぐらいがやっぱりあの最初のエントリーとしてはご購入いただく方が多くてですね、大体このポータブル電源708っていうモデルが、割とお客様には多いかなとは思ってるんですけれども、今現状、1台で販売しているもので、大きいものでいくと。 こちらの弱リポータブル電源3 0 0 0プロっていうモデルになります、はい、これはあれですか、普通のご家庭で使うようですかそうですね、ご家庭でも,もちろん使えはするんですけれども、はい、BCP 対策で導入される企業様も多くてです、ね、はい、停電した時とかに、こちらにすぐ切り替わったりする機能とかもあるので、はい、ここ数年、やっぱり水害とかそうですね。 そうなんですよね。よねはい。そういった時にあの会ってよかったという声はよくいただきますね。はい。中容量以上のものが売れているという話でしたが、ただこの防災に使うものと言いますと、あのガソリンで発電する家庭用発電機もありますよね。はい、これとポータブル電源はどう違うんでしょうか、はい。発電機はポータブル電源よりまあ高出力でまあ動かせる家電も多くなりますが、一方で 燃料の備蓄が必要だったり作動音や匂いも気になるというデメリットもありますまたその一酸化炭素中毒を起こす懸念があるためですねまあ屋内では使いにくいということですね一方ポータブル電源は作動音が静かで場所を選ばず使うことができるといったメリットがあります一方こちらの方もですねまあ停電でですね 電源を使い切ってしまいますとこうソーラーパネルを使うなりして新たに充電するしかないデメリット、もありますうん、まあ、メリットデメリットそれぞれあるということなんですが気になる価格ですね、このポータブル電源の価格というのはどれぐらいになるんでしょうか、はいはい、取材したメーカーによりますと売れ筋の中容量モデルで8万4500円ですね。ね、うん こちら最も高いモデルになりますと、四十一万九千円というものもあります。これ企業で使うこともできると話されていうことですよねうす、はい。こちらの値段によって、まあ容量が増えましてですね。うん、その使える家電が変わってきます。例えば、この中容量のモデルですと、まあスマホの充電ですと、およそ四十回。パソコンももう九回ぐらい充電できるということで。うん、あるいは電気毛布や扇風機なども使うことができると。 いうことですね、大容量になりますとさらに冷蔵庫ですとか、うん、電子レンジといった大量に電気を使うものも使えるということですね。ああ